ところで、ユナさんはその話を誰に聞いたの？もちろん、柴田さんご夫婦にだよ。泥棒のせいで結婚して初めて喧嘩したけど、そのおかげで以前よりももっと仲良くなったんだって。こんなことだったら若い頃からもっと喧嘩しておくんだったって。二人ともすごく幸せそうだったよ。なんだ。姉さん！姉さん、何があったの？怪我はない？どこか痛いところは？心配かけてごめんね。いつもみたいにちょっと転んだだけだから。なんだ。まったく、姉さんは相変わらずだな。さ、姉さん、捕まって。どうしたの？やっぱりどこか痛むんだ。腕？背中？それとも足？まさか立てないの？待ってて、すぐに病院に連れて行くから。違うの。そうちゃんが姉さんって呼んでくれてるから。え？二度と呼んでくれないんだ、許してくれないんだって思ってたから、すごく嬉しくて。わけわかんないこと言ってるんだよ。口に出さなくったって、姉さんは姉さんじゃないか。そんな当たり前のこと忘れてるわけないだろ。だってずっともう何年も。そうだっけ？あんまり気にしたことなかったから覚えてないけど、多分俺だっていつまでもガキじゃないし、
ほんのちょっと前まで思春期真っ盛りだったからさ、恥ずかしかったんだと思うよ。姉さん姉さんって呼ぶのはさ、だから無意識に避けてたんだよ。それにまだ小さくて姉さんのスカートの陰に隠れてた頃なら可愛げもあったろうけど、図体だけはこんなに育っちゃったやつに今さら姉さん呼ばわりされても気持ち悪いだろ。そんなことないよ、ずっと姉さんって呼んでほしいよ。そんなつまんないことで泣くなんて変な姉さんだな。歩ける？うん。さあ、うちに帰ろう、姉さん。さあ、ぼやぼやしてないで、早く。そうちゃん。姉さんが変なわけないだろ。そうちゃん、さっきと言ってること全然違うよ。そうだっけ？でもこれじゃ昔とまるっきり反対だよね。覚えてる？ずっと姉さんがそうちゃんの手を引いて歩いてたこと。覚えてるよ。なんだかこれってちょっと恥ずかしくてくすぐったいけど、でもすごく安心で幸せな気分だね。今日だけ特別だからな。そうちゃんも姉さんが手を引いてた時ずっとこんな気持ちだった？ああ、そうだよ。
さてと。
ごめんね。どうして？無人島ごっこ途中でやめちゃったから。そりゃカリブ海の黒い復讐者だ、怖いんだぞって本物の海賊みたく盛り上がってた姉さんがいきなり、あーすっかり忘れてた、タイムセール始まっちゃう、そうちゃん急いでって俺の手を掴んで走り出した時にはずっこけそうになったけど、今日はお肉の日だったんだね、ニココマート。姉さんが思い出してくれなかったら晩ご飯のおかずが一つ減ってたんだ。そう思ったら海賊に襲われるよりもゾッとしたよ。だから今日のトムソーヤは数えなくていいよ。明日も姉さんがカリブの恐怖の海賊トムソーヤで、それから俺は血まみれの山賊ハックルベリーフィンってことでいいからさ。
究しなくたっていいよ、お姉さん。そりゃトムの方が絶対いいに決まってるけどさ、最近俺ハックのことだってちょっとは気に入ってるんだ。なんていうのかな、俺とハックっていろんなところでよく似てるしさ。今日のおかず、ひょっとしてピーマンが出たりする？じゃあ人参とかアスパラガスとかセロリとか？まさかその全部？あ、わかってるよ。食生活はバランスが大切で、好き嫌いをなくさないと大きくなれないんだよね。そんな顔しなくたってわかってるよ。我慢するよ、頑張って食べるから。私たちの家って少し違うよね。もう家と違うのって恥ずかしいよね。ごめんね。本当のお姉さんじゃなくて、きっと本当のお姉さんだったらもっと上手に何だってうまくできて、そうちゃんに寂しい思いなんかさせないのにね。そんなことないよ、姉さん。別に寂しくなんかないし、姉さんが謝ることなんてこれっぽっちもないんだから。だってそうちゃんずっと他のと見てたもの。
そうだよ。姉さんのことをよその家族と見比べてたんだよ。どうしてこんなに違うのかなって。やっぱりそうだよね。ごめんね、姉さん。よそのお家のお母さんみたいにお料理上手じゃないし、レパートリーも少ないし、美味しくないよね。お裁縫だって。あ、でもね、ボタンつけるのは上手になったんだよ。もうそうちゃんがちょっと引っ張ったくらいじゃプチンって飛んでったりしないよ。あ、でも祭り縫いはすごく下手で、縫い目が見えちゃうし、かがり縫いはできないし。やっぱり姉さんダメダメだよね。違うよ、そんなこと比べてたんじゃないよ。姉さんの方がだなって。ん？そうちゃん、なんて言ったの？あ、アイロンがけ失敗しちゃったこと？姉さん、お洗濯は得意だと思ってたんだけど、そうちゃんお気に入りのセーラーカラーのブラウス焦がしちゃったもんね。きちんと洋服のシワを伸ばしながら畳んでいくのって難しくて。でもよそのお家のお母さんはちゃんとできるんだもんね。あのね、そうちゃん、ペリカンさんのワッペンなんかどうかな？焦がしちゃったところにちょうどいい大きさのがあってね、縫い付けたらきっともっと素敵なブラウスになると思うんだ。だからね。違うよ、そんなことが言いたかったんじゃないよ。姉さんは、はあ、違うよ、そうじゃなくて、すごく綺麗だなって、他のおばさんなんか目じゃないなって、姉さんが一番綺麗だなって、すごく綺麗だなって、そう思ってずっと見比べてたんだよ。そうちゃん、それ本当？うん。本当に？うん。ダメだよ、そうちゃん。人とお話しするときはきちんと目を見ないと。あ、わかった。そうちゃん、姉さんのことからかってるんだ。本当はそんなことちっとも思ってないから、姉さんを見てくれないんだ。そんなわけないよ。なんてね、うそうそ。